愛宵市の私立中学校の男子生徒が今月、自殺していたことが分かりました愛 o 市教育委員会はいじめが自殺の原因となった可能性もあるとみて今後、第三者委員会を設置し原因を調べる方針です愛 o 市教育委員会によりますと私立中学校に通う男子生徒が今月10日、自殺を図りその後、死亡しました。 生徒が通っていた中学校からは生徒が亡くなる前にいじめとみられる事案が2件、市教委に報告されていましたが生徒間で解決しているとして重大事案として扱われませんでした男子生徒の自殺を受けて学校は今月18日に保護者説明会を開き全校生徒を対象にアンケートを実施するとともに教職員に対しても 不適切なな指導がかかったた聞き取りを始めとということです。教育委員会は学校でのいじめや教員の指導など学校生活が自殺の原因となった可能性もあるとみて今後、第三者委員会を設置し原因を調べることにしています。